はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートアツシです。今回の動画では英単語について説明していきます。まず英語ブロックのホームページについてなんですけども、主なコンテンツが英単語、ダントツ英文法、仕上げレッスンになります。今回はこの英単語について説明していきます。ダントツ英文法っていうのは中学生の英文法全部合わせてレッスン100まであるんですけども、そちらについて説明しています。仕上げレッスンっていうのは英作文の作り方とか三単元の SU などそのようなものについてまとめています。すべて動画があります。無料で見ることできますのでぜひ使ってください。おすすめはクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも説明しているのでそちらの方をぜひ見てください。パスワードチャレンジっていうのもあるので楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていう風に検索してもらうとホームページが2つあります。英語ブロック .net っていう方は主に英文法と動画が中心、英語ブロック .com っていう方は主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回はこちらの英語ブロック .com の方のトップページから進めていきます。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では英単語のナンバー101から120までを説明していきます。まずトップページのこちらの英単語帳というところか、下にスクロールしてもらって英単語を学ぶ、このどちらかをクリックします。はい、次のページの一番上のこちらのスライドショーで学ぶというところをクリックします。はい、このラインナップの中で101から120ですね、こちらなんですけども、こちらのまとめプリントというものに関しては最後に説明します。ではこちら101から120をクリックします。はい、そうするとこのようなスライドショーが出てきます。この右の方をクリックしていくと次の説明というふうにいくようになっています。はい、で今回はこの内容と同じものを使って説明していきたいと思います。まず101番です。 study 勉強するという意味の単語ですね。発音が注意です。この部分を to じゃなくて ta っていうふうに読みます。 study でポイントになるのがこの活用なんですね。過去形、過去分詞形、ing 形、三単元の s の形になっているんですけども、ing の時はそのまま studying になるんですけど、過去形、過去分詞形、三単元の s の場合は y を i に変えてから ed とか es をつけるようになります。これは発音上の理由なんですね。 ing の時は母音がつくのでそのままでいいんですけど、D とか S は子音なので Y を I、母音に変えてからつけるというふうにやっています。詳しくはプリント教材仕上げレッスンという方で説明していますので、そちらの方もぜひ見てください。102番、 Back、 まあ、これはそのままですね、バックになります。買い物袋だと A shopping bag、紙袋だと A paper bag のように言います。では次行きます。103番 Name 名前ですね。で、これ発音注意なんですけども、伸ばさないで E っていう風に入れて読みます。Name あとは動詞もあります。動詞だと誰々を点々点と名付けるという言い方で Name、目的語、保護のような形で使います。でこちらについてはダントツ英文法のでも説明しているので、そちらの方をぜひ見てください。あと名前の言い方ですね。日本語の、例えば山田一郎さんっていう人が一郎山田って昔は逆にして言ってたんですけど、今は山田一郎というふうにそのまま言う言い方もあります。それはどちらでも自分の好きな方で大丈夫です。では次に行きます。
104番 Live Live 住むとか、まあ、生きるっていう意味なんですけども、一般的にはこの住むとか住んでいるっていうふうに訳します。で、Live という単語は状態を表す動詞なので、普通 ing 形にはしないんですね。こちらについては現在進行形というところですねって説明しているんですけども、一時的にはできない動作ですよね。状態を表すっていうのは継続して行う動作なので、一時的にするっていう ing にはできないということになります。まあ、ing つけないんだなっていうふうに覚えておいてもらえれば大丈夫です。関連語に life 生活とか人生っていう意味の単語があります。105番 next next 次のとか今度のとか、そのような意味ですね。例えば来週だったらば next week のような言い方をします。反対の単語が last という単語ですね。これ最後っていう意味ではなくて、この前のという意味のラストになります。はい、では次いきます。106番 work work 働くとか仕事という意味の単語になります。発音注意ですね。このほにゃららの部分が小さい口でというふうに発音します。 work workあとは、派生語でワーカーですね、働く人っていう意味の単語もあります。107番 10 数字の10ですね。10番目っていう時には tense っていうふうに th をつけて読みます。108番 some 発音に注意しましょう。で、この単語はいろんな意味あるんですけど、まず覚えてほしいのはこのいくつかの、いくらかのという意味になります。いくつかの、いくらかので、数えられる名詞、数えられない名詞、どちらの前でも使うことができるので、数えられるものの前だと例えばサム・ホニャララズっていうふうに言います。サム・ペンズ、サム・ペンズのような形。数えられないものだったらば、その後ろの単語はそのまま使うので、some water、some water、いくらかの水、このような言い方をします。とにかく数えられるもの、数えられないもの、どちらにも使うことができるという単語ですね。まず最初はこのいくつかの、いくらかの。で、あとはだんだんと覚えてもらえればいいと思います。109番、any。発音が注意ですね。あではなくて、えっていうふうに始まって、えにっていうふうに読みます。で、この単語を見てもらうと、先ほどのサムと同じ意味がここに入ってるんですけど、違いは疑問文で使うというところになります。先ほどのサムは普通の文、肯定文で使って、疑問文でいくつかの、いくらかのっていう意味の時には、えにを使うと。で、その他にも否定文の意味で少しもほにゃららない、とかっていう意味もあって、これも結構大事なんですね。で、詳しくはプリント教材仕上げレッスンのサムとエニーという、プリントと動画があるので、そちらの方をぜひ見てください。このエニーも数えられる名詞、数えられない名詞、どちらにも使うことができます。はい、では次いきます。110番、11、数字の11ですね。強く読むのがこのレの部分になります。 11番目のという助数は 11th っていうふうに th をそのまま後ろにつけた形になります。111番 swim 泳ぐですね。活用が過去形 swam、 過去分詞形 swam ですね。こちらのちっちゃいあの部分はあとへの音の中間の音、って音で swam っていう風に読んでもらうと上手に読めます。はい、ing つけるときに m が重なって ing ですね。これは単母音と子音字っていうときにこのようになるんですけども、詳しくは ing 系の作り方のプリントと動画の方を見てください。112番
バス、バス。これも発音注意ですね。バイバスっていう風に言うと、バスで、あ、バスストップ、バス停。このような言い方があります。複数形はバスシーズっていう風にこの ES をつける形になります。113番、ナイス、ナイス。素敵なとか、良いとか、親切な。まあ、いいイメージの時に使う単語ですね。いろんな意味があります。はい、ナイスとグッドの違いが一応このようにあるんですけども、まあ、そんなには気にしなくても、どちらでも大丈夫な時が多いです。114番、ブレッド、ブレッド。パンですね。で、パンは英語ではないんですね。日本人がパンっていうふうに言うのは、江戸時代にポルトガル語の影響からっていうふうに、言われているんですけども、とにかく英語ではないということで、ブレッドの方を覚えてください。あをつけず複数形にもしません。これはライスっていう単語と同じですね。で、パン1枚って言いたいときには、a slice of bread のような言い方をします。とにかく、あの後ろにブレッドとか、あと to ブレッドで S とかっていう風な言い方はできないので、このような特別な表現をつけて言うことになります。115番、sing、sing、歌うとか、あと鳥が、まあ、歌うという時はさえずるっていう風に訳すことになります。過去形と過去分詞形ですね。sang と sang。こちらは後への中間の音ですね。はい。あとは歌を歌うという時には、sing a song または sing songs というふうに言います。関連語、song は歌、singer は歌手ですね。それぞれこちらの番号を見てください。116番、white、white、白。あとは白人、卵の白身なんていう意味もありますね。あ、ホワイトクリスマスだと、まあそのままですね、ホワイトクリスマス、雪のあるクリスマス。117番、ブラック、ブラック、黒とか黒人という意味があります。このあの音も先ほどと一緒で、後への中間の音ですね。えーっていう音でブラックっていうふうに読みましょう。118番、12、12、数字の12ですね。スペルがちょっと難しいですけどね、12っていう風に読みます。12番目のっていう助数は、12っていう風な形になります。VE の部分が F に変わって TH になります。詳しくは助数の方のプリントとか動画の方をぜひ見てください。119番、run、run、走るとか、あと川などが流れるっていう意味があります。あとちょっと難しい意味だと、経営するなんていう意味もあります。過去形が run、過去分詞がまた同じ形に戻って run になります。ing つけるときには n を重ねて ing ですね。これは先ほど出てきた swim と同じで、単母音プラス子音字の時にこのような子音字を重ねて ing というものになります。はい。あとは、run away だと逃げるとか、run after だと追いかけるなんていう意味もあります。最後、walk、walk、120番です。発音注意ですね。これで和って、もし読んで work って読むと、働くっていう単語ですね。W-O-R-K、ワークっていう風に聞こえてしまいます。ウォークっていう風にしっかり読みましょう。はい、散歩するっていう時に、take a walk、have a walk、go for a walk のようないろんな言い方があります。はい、今回の20語は以上になります。で、今見てもらってるのが、今回の20語をまとめたプリントになります。このプリントはどちらで、見ることができるかというと、先ほどのこのスライドショーですね、こちらの下のこちらになります。この画像か、この
リンク部分どちらでもいいんですけども、クリックしてもらうとこのようなページが開きます。はい、このプリントを印刷したいときにはこの上の PDF ファイルを開いてもらって、この下の方のこのプリンターのマークとか、あと画面上で右クリックをするとこう印刷っていうのが出てくると思うので、そちらから印刷して使ってください。はい、あとこのプリントの下の方を見ていってもらうと単語テストの方もあります。印刷したい時にはこの PDF ファイルですね、こちらを開いてもらうとできます。あと最初に見てもらったこちらのラインナップなんですけども、こちらの25のまとめプリントっていうところをクリックしてもらうと今と同じページにリンクしていますので、どちらからでもアクセスできます。ぜひこのプリントも使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。